フリードリヒビルヘルムの肖像を刻んだ貨幣。フリードリヒビルヘルムは、ナッサウ・バイルブルク公。1806年に、男子相続人のいないナッサウ人現行、フリードリヒ・アウグストが、ナッサウ公国を創設した際、公爵くらいの後継者に指名されたが、公爵位を継ぐ前に死んだ。フリードリヒビルヘルムは、ナッサウ・バイルブルク公カール・クリスティアンとその日で、 オラニエコー・ウィレム四世の娘であるカロリーネの間に生まれ、父の死に伴って、公爵位を継承した。1806年にナッサー公国が創設されると、フリードリヒ・ビルヘルムは公国を30歳年長の同族であるナッサー人原稿フリードリヒ・アウグストと共同で統治することになった。フリードリヒ・アウグストは二人の息子を幼いうちに亡くし、この時期には、 男子の後継者を残せないことが明らかだった。このため、ウジンゲン公の有するナッサウ公爵位は、ウジンゲン系の断絶とともにナッサウ・バイルブルク家の当主フリードリヒ・ビルヘルムに渡ることが予定されていた。ところが1816年1月9日、フリードリヒ・ビルヘルムは、居城のバイルブルク城の階段から転落して急死した。ナッサウ公フリードリヒ・アウーストは、 そのわずか2ヶ月後の3月24日に亡くなり、ナッサー公爵位は、フリードリヒ・ビルヘルムの長男ビルヘルムが継承した。ビースバーデンのビルヘルム通りには、ナッサー公国の構成子宮殿が新たに建造されていたが、息子ビルヘルムがこの宮殿を使うことはなかった。フリードリヒ・ビルヘルムは1788年7月31日、キルヒベルク城伯ビルヘルム・ゲオルクの娘で、 ザインハヒエンブルク伯寮の女子相続人である、ルイーゼと結婚し、4人の子女を設けた。ありがとうございます。